会員議児童外観ポーランド共和国会員と通称される。王国時代の1493年、当時のヤン一世、オルブラフト王が招集した国王と元老院及び将棋会からなる全国議会を禁言としている。上下両院で意見が異なった場合には、会員の見解が優越する。また、内閣信任など会員のみに、 重要な権限が与えられるなど、会員は上院より強い権限を持っている。下記に上下両院の相違点もしくは会員が上院に対して優越する点を列挙する。会員の選挙制度は比例代表制を採用している。完全自由選挙が行われた1991年選挙の時は議席阻止条項がなく政党乱立を招く一員となったため、 1993年選挙より、阻止条項が設けられた。在ポーランド日本国大主館編集発行、ポーランド事情、第3章、政治、一、中央政治、議会、政党、選挙、上下院の総意より、なお掲載するにあたり、下院のみが有する権限と、下院が上院に対して優越するのに項目で分けた。ありがとうございます。